ロングコートダディのゲームエネルギー注入ビュービュービュー。さあ始まりました、はい、ショールームですね。マンスリー特別配信番組ロングコートダディのゲームエネルギー注入ビュービュービュー、ということで MC のロングコートダディです。お願いします。いやー、早3回目ですけど、はい、もうね、まあ、今月3回のやつなんで、今回がラストということで。早いもんですね。いや、そうですよ、早いもんですよね。というかマジで早かった。マジで早いよ、そりゃ普通に、うん、そのスパンが短すぎる。期間としては2週間ぐらいか。やんな、2週間で3回とか。まあこれ最終回、最終回ということでね。考えますね。まあ、あのコンセプトはあのゲームを普段やらない人に、うん、ゲームをやってもらおう、はい、そう、ゲームエネルギーを注入しようという企画なんで。そうですね、今日もちょっと来てもらってますけど、前回ね、第2回は、はい、女性にちゃんと注入できましたからね。女性、まあグマンブロとヨピピね。うん、ヨピピをゲームクリアまで行きましたからね、はい、しっかり。確かにヨピピがやっぱ上手かったね。素晴らしい。はい、グマンブロさんはあれでしたけど、クマプロさんあれでしたけど、でも楽しかったって言ったんで、うん、そうなってくれればいいということでね。はい、さあこの番組なんですけど、うん、ゲーム大好き芸人である我々ロンコータリーがですね、まあビギナーの、ゲームビギナー芸人さんにゲストを迎えて、一緒にゲームをやって、ゲームの素晴らしさを存分に味わってもらおうという番組でして、はい、まあ僕らの方は普段ゲーム実況の番組とかをよくやってるんですけど、うん、僕たちは基本やりません、ゲームの方。今日はね、はい、見て見守って、楽しんでもらおうというやつ。指導者に回るという。そうです、はい、指導者ということでお願いします。先にですね、ちょっとショールームの方を説明させてもらいますけど、はい、ショールームなんですけど、コメントやアイテムを投げるために無料のアカウント登録が必要なので、まだの方はまず会員登録の方お願いします。パソコンからご覧の方はですね、画面左上の漢字の3のみたいなところから、スマホのこっちですね、これがパソコンでご覧の方です。スマホの方は画面下、左端にあるアバターかなのシルエットを押して無料の会員登録をお願いします。はい、登録するとアバターからですね、アイテム投げたりコメントで番組に参加することができますので、ぜひ参加してください。はい、アイテムを投げたりですね、コメントをするほどあなたのアバターが、上の方に来るというショールームですね、システムになっておりますので。これ前にいればいるほど、うん、やばいやつというわけではないので。そう、3回とも全部言ってるから。毎回言ってますけど大丈夫です。そう、毎回言ってるから、その台本にあるものになるけど、毎日来てください。ないから、そのやばいやつっていうのは。お願いしますね。はい、お願いします。はい、さらにツイッターのですね、ちょっと鳥マークをこちらですね、を押すとこの番組の宣伝と拡散ができますので、ぜひご協力の方お願いします。はい、さあそしてですね、ハートマークを押すと、この番組お気に入り登録できます。はい、そして、ですね、感染予防を普段からしっかり行い、ルールを守った上で、吉本興業のお笑いを楽しんでいただいている視聴者の皆様、いつもありがとうございます。ありがとうございます。さらにですね、医療従事者の皆さん、関係者の皆さん、本当にありがとうございます。感謝しております。毎日の不眠不休での治療看護、心より感謝いたします。ありがとうございます。はい、ということで始まりましたけど、はい、どうですか今日のゲームですけど。はい、まあね、ちょっと難しい、ちょっともうクリアできないかもしれない。いや、ほんまに俺らももう正直やったことあるけど、まあ苦戦したよな。ちょっと苦戦したな。そうしたら慣れるまではっていう。どうなんやろか。まあでも慣れたらすごい自由度あってね、楽しんで。そうですね。そちらの方見ていただきたいと思います。はい。そして視聴者の皆様にですね、お楽しみ企画を用意しております。はい。それがですね、こちらです。こちらの、この番組のオフィシャルグッズがこの度完成いたしましたということで。これがちなみに第1回、うん、第2回の時ちょっとデザイン違うんですけど。これ第1回、第2回ね。ね。はいはい、はい。今回は、うん、まだこれちょっとできてないんですけど。はい。こちらですね。出た、黒髪ゲーム念仏バージョン。黒髪ゲーム念仏バージョン。はい、まあ、今まで黒髪じゃなかったから全然髪でずっと遊んでたけど、はい、カラフル髪と髪なしで、前までは BBB やったけど、今回はゲーム念仏冠の方で、うん、なるほど、そっちの方を作っていただいたということで、はい、こちらはですね、僕らがオンエア中に、僕たちの手でですね、ライブこ、こちらの缶バッチグーですかね、を使って仕上げます。缶バッチグーだ。缶バッチグーじゃなくてバッチグーので、うん、頑張ってやってねえから、これで。ああ、そういうこと。そう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 、缶バッチグー、缶バッチグーですのやつをですね、使って、作って、ね、最後にですね、ライブコマースという機能を使って購入できるようになりますので、はい、そうです。そちらの方もぜひお願いします。しかし我々は6個しか作りません、うん、6個しか、やっぱ何回やっても6個限界だと。はい、ちょっと6個しかできないと。しかし6個しか無理だと。はい、6個作って、1個100円で、はい、売りますので、ぜひ、購入の方を考えてください。1000、はい、千分ぐらいから1000分の6が、はい、この缶バッジの購入権を得ることができます。購入権を得るので、はい、まあもちろんですね、購入しなくても大丈夫なんですけど、うん、購入権を得た方はぜひね、購入してください。よろしくお願いします。一応今まで1回目、2回目と完売してるのか。そうですね、一応6個なんで。はい、完売してるので、はい、ぜひ今日もね、お願いします。はい、さあ、
それではもう購入方法を、あ、購入方法か、ごめんなさい、はい、購入方法お願いします、はい、こちらのですね、購入方法はまずこちらのカートボタンをタップしてもらって、うん、でカートボタンをタップする前に僕がスタートって言ったら一回更新を入れて、はい、商品が出たのを出た状態にしてカートボタンを押して自分に購入するをタップして、はい、行けば権利獲得できるかもというすごい険しい道のりになってます。なるほど、更新、はい、まず更新ね、更新のタイミングなども難しい部分もありますし、タイミングはもうあの通し次第ですから、はい、もう完全なる運だと思ってやってみてください。お願いします。はい、はい、裏面見なくていいですよ、ね、あんま珍しいね、ただの水色のウレタンのようだな、ね、スポンジのね、生地に紙を貼り付けているといった珍しい、はい、普通ね、型紙であるんですけど、よろしくお願いします。さあ、じゃあもう早速いきましょう。ちょっと今日ゲームのね、時間がもうどうなるか読めないので、そうですね、早速いきましょう、はい、さあ、じゃあ画面の方映してもらっていいですか。本日やっていただくゲームはこちら、バン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 、ヒューマンフォールフラット、はーい、出ました、ありがとうございます。こちらの方はですね、僕らがまあ、自主期間中にお互いの家でやったゲームなんですけど、やりましたね、はい、まあでもやっぱ楽しかったね、すごい楽しかった、自由度楽しくて、はい、ちょっと最初の動き慣れるまでね、時間かかるんですけど、そうですね、慣れたら逆に結構サクサク動けるというか、ぬるぬる動けるんでね、まあ簡単に言えば、うん、ぐにょぐにょ謎解きアクション、ああ、わかりやすいって感じですかね、ぐにょぐにょしながら謎を解いてクリアして目指そうというゲームとなっております。はい、じゃあ早速こちらのですね、ゲームをプレイしていただく本日のゲストの方に登場していただきましょう、はい、こちらのお二人でーす。誰だろうどうもー、いただきました、浅越えでございます、トンビスト浅越えさんや、浅越えさんです、ビビビュービビビュービビビュー、さすがに来ました、第3回ラストにしてビッグゲストですよ。なんでもないビッグゲストですよ。ビッグゲスト。全然全然ありがたい。いやいや、全然ビッグゲストです。いやいや、もうスモールコーナーですよ、ね。ビッグゲストで気使うんだよ。ビッグゲストですから。よろしくお願いします。はい、ちなみに、はい、はいはい、ごめんなさい。まあ、第1回は、うん、釣り好きの、まあ、あんま普段ゲームをやらない。釣りだけ、うん、アウトドアのタイプだ。アウトドアのタイプ3人のね。第2回は女性。はい、で、第3回目が、うん、初老というと。初老会初老の。初老の。初老ですね。選んで。選んでください。ビッグですからもう。ですけど。ゲーマーっぽいお前、スウェットと帽子選んできたのに。ちゃんと合わせてくれたのに、その何だこと言うねんっていう。はいはい、え、ちなみにどうなんですか、ゲームはそうなんですか、ゲームの方が僕は、はい、パズドラ、おー、あれをその日本で一番最初にやった人間でした。そうなんですか、結構日本で最初に、はい、あれ何か世間がやる前にもう一番強いキャラ2つ作ってもやめました、ね、あれ最初出た時ってなんかすごいゲームが出るみたいな感じで出たんじゃないんですか。いや、ちゃうんですよ、あ、それは良かった、これは本当早かった、これ本番、教えてもらったんで、あ、そうそう、パズドラの走りということで、そうなんですよ、最初、なるほど、最初、あれ、え、パズドラの日本初は世界初じゃないですか。あ、そうか、だから世界初ですね、だから、はい、世界初の次の親です、次の親じゃないですか、次の親じゃないですか、作ってはない、最初にダウンロードしたんで、最初にダウンロードしたんで、第1号、記念すべき第1号です、いや、多分関係者の方が先にダウンロードした、いやいや、すごいですよ、いや、でもそれは素晴らしい、あ、そうなんです、ただあれはでもどっちかっていうとパズルですもんね、まあ、ゲームというよりは、ゲームこちらのコントローラーを使っての方が、これはですね、そのスイッチさんですか、スイッチ、スイッチさんは去年のクリスマスにサンタさんがですね、娘に届けてくれまして、それでちょっとまあ娘と2人でね、はいはい、マリオをやったりとか、なるほど、なかなかやっぱり僕らの時代のこのファミコンのコントローラーとまた違うので、はいはい、なかなかねちょっと難しいけど、でも触ったことはあるということで、まあ一応ね、ちょっと期待持てます、じゃあ一回その気がします、はい、確かに確かに、はい、それにゴエさんの方は、僕は去年おうち時間長かったんで結構ゲームはしました、はい、あ、そうなんですね、はい、ドラクエオンラインとかね、あ、はい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 、あ、そうだ、ドラクエオンラインやってましたね、はい、あと一番力入れてやったのはレッドデッドリデンプション2っていうのやったんだけど、レッドデッドリデンプション、これ俺もやったよっていう人まだ誰とも出会ってない、誰ともやってない、いやでも有名なゲームではありますよ、有名だよね、はい、みんな不思議そうな顔して、はい、全然知らなかったです僕も、うん、初じゃないですか、日本初じゃないですか、レッドデッドリデンプション2、はい、初、1は初じゃないですか、2は初じゃないですか、人がやらんゲームをね、はい、結構ゴッてやる人なんですよ、そうなんですね、出会った頃はね、はい、もう日本で唯一やってたんですよ、岡山出身なんですけど、はい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 、
桃をね、綺麗に剥くっていうゲームをずっとゲームそっちゲーム実際じゃなくて実際ゲームじゃない、桃を綺麗に剥く、違う違う、ゲームじゃないですよ、めっちゃ金かかるゲームじゃない違いますよ、それがただ几帳面ってだけゲームで何でもないですから、そうですか、はい、でも今日はちょっとね、そのゲームに慣れていただこうということで、うん、はい、でも思ったよりやってなくてちょっと期待も、いやちょっとどうかで知らないもんだってこれ、いやでも今日僕らも教えますし、はい、なんとちょっとわからない謎解きとかどうしたらいいのかわからないときは、はい、こちらのヒントカードがございまして、こちらねお二人で3回使うことができる、3回使います、ヒントカードを使っていただければ、こちらのことがあればこれを使っていただければ、はい、そうなんですね、はい、じゃあ早速ぜひやりますか、はい、やりましょう、じゃあこちらコントローラーやっていただいて、はい、持っていただいて、じゃあ早速始めましょう、始めましょう、まずはですね、じゃあすいません、カスタムの方選んでいただいていいですか、はい、お二人とも、はい、ちょっとね、お二人ともこのキャラの見た目が今一緒なので、まあどっちね、それぞれのキャラを作っていただこうということで、はい、エディットの方お願いします、はい、で、もうあとは好きに決めてください、 OK、キャラ、キャラから、はい、あ、キャラからでもいいですし、もう頭からとか、キャラを選ぶと丸ごと変わります、はい、丸ごと変わっちゃいますから、あ、丸ごとか、なるほどなるほど、そうです、この辺で好きな上、はい、うわー、こういうの見てもらってるのは一応ギブソンさんの画面の方ですね、あ、そうですね、ギブソンさんの画面となっております、こういうの僕1時間ぐらいかけたいんですよ、ないですよ、今日は本当に1時間しか全部トータルでなくて、ゲームがどんぐらいかかるかちょっと読めないんで、そっかそっか早めに選んでいただくと俺もここ絶対この二人絶対ここ時間かけるだろうなって俺もう作っといたんやけど、ここから楽しいとこですから、やっぱゲームの楽しさを知ってもらおうっていうやつなんだから、楽しいとこやってもらおうよ、あれ動かないな、はいはい、あれ動かない、難しいですか、綺麗になるね、そうですね、あれちょっと待ってくださいね、あ、ちょっと下に行っちゃってました、あカーソルが、そういうことね、はいはいはい、いいですよ、いろんなのできてますよ、だいぶ、さあさあさあ、ちょっとあるかな、はい、ちなみにどういう服とか選んでもらってもなんか能力が変わったりしますか、あ、しないですね、なるほどなるほど、はい、なるほど、まあ、ほらゴイさんの方は頭が選べないんですね、キャラから選ぶ感じか、頭でもこれでこう設定して、はいはいはい、なるほどってことか、いいですね、なるほど、あ、色も変えれるのか、なるほど、ようできてるな、そうですね、色も変えれますね、カラーがございますので、はい、なるほどね、さあ、ここはあんまり時間をかけないでだから、いただきたいんですこれはめっちゃ楽しいな、ここはあまり時間をかけないでいただきたいんです、ちょっと待ってな、ほんまに、はい、いやでもほんま時間かけてあかんねんな、かけてあかんねんな、ところはな、今楽しんでくれてるんだったらそれで大丈夫です、ね、いや、ちょっと待って、まあはい、ここのゲームは服屋さんとかでできるんですよ、確かに服屋さんもできるけど、まあ、ごめんごめん、もう見てる人に申し訳ないから、はい、もうじゃあこれでいこう、これでいきましょうか、ちょっと体の上だけ、ゴイさんの方が決定しました、はい、これで戻るなと、上の色です、あ、戻るで大丈夫ですよ、はい、戻るでいいですね、はいはいはい、北野さん見てくれてるいいですか、体上に見えてないちょっと、ゆうのさん、あ、そういうことか、はい、ちょっと、いやごめんなさい、終わってますよ、もうあ、ちょっとすみません、決定、サンプラスの仲間にしたかっただけなんですすみません、すみません、なかなか仲良かったですなるほど、本当に戻るんです、これで、はいはい、合ってるできました、はいはい、戻る、押していただいて、もう一回戻る、押していただいて、はい、じゃあ、ギブソンさんの方をまず始める、はい、押していただいて、はい、ローカル通信、はい、でお願いします、で、ホストをする、はい、こちらでですね、ステージセレクトの方を選んでもらっていいですか、はい、こちらで、お運びです、右2つ、もう2つ右、そちらで、これ今日はこちらのステージをやっていただこうと思います、じゃあ、ゴイさんの方も入っていただいて、始める、はい、で、ローカル通信、ローカル通信で、今回はですね、左に大阪デジタル、それですもん、入っていただいたら、これでね、もう入れるので、同じ部屋に、はい、じゃあ始める押していただいて、はい、ま、さあそうか、ノーヒントなんや、始まりました、あ、さあ始まりました、ブニャンとしてるけど、ブニャンとして、まあ一応制限時間ないのでゆっくりやっていただいたら、はい、起きろ、はい、なんか押してみるか、そうですよ、うわ、グニャグニャな、グニャグニャなんですよ、なんでございます、ただこちらそのこのゲームです、その自由度がすごい楽しいということで、分かった、俺ここ何でもできるという、ここはい乗ると開くわ、そうです、開くんですよ、ありがとう、あ、もう自分を犠牲するパターンで入っていったよ、ぐにゃぐにゃしながら、すごい、もう自分を犠牲した、あ、なんだあ、わかった、これあそこにさ、入ってこられへんのか、まだこれを乗せるんやな、そうです、え、これノーヒントで初めて大丈夫、ノーヒントで初めて、とりあえず言ってるけど、まず説明をすると操作の操作説明だけしてみましょう、肩の ZL、ZR あるんですよ、こちらのそれを押すと手を突き出すんですね、おうおうおう、でその手を押してる間は
くっつくんですよ、物が。お、すごい。なるほど。はい、壁とか物にくっついて、離すと離れるって感じです。はい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 。これでどうするの、ゴエちゃん。で、オッケー。そうです。あ、そういうことね。あ、こっちであんの。はいはいはい、はい。ミニスティックで視点を変えることができる。あ、そうですね。カメラで。これか。あ、なるほど。あ、これかも。あと A ボタン押してもらったら。A ボタン押したら。はい。ジャンプ。ジャンプね。あ、ジャンプキャッチか。なるほど。ジャンプキャッチ。あれ。ジャンプキャッチ。ちなみに。あ、マジで来た。操作はもう今言ったやつだけです。ほんま。はい。ちょっとぐにゃぐにゃなんだけど、どうするの。ジャンプ。あと、うまいこと体を使って、いろいろ。そうですね、視点とかをいろいろ使って。あさこさんが俺を持ち上げたらできるのか。あ、できるじゃないですか、それいいじゃないですか。あ、お姉さん、泣きました。ちょっと、どっちや、泣きました。泣きましです。わざかけてるのか。ちょっと絡んでますね。ちょっとやめろよ。だいぶ絡まれてますけど。ちょっと。なん、じゃあ、お前を持ち上げようかな。持ち上げて。なんかできんやろな。手伸ばしてくっつかれへんの俺を。あ、なんか今、ちょっとだ、なんか俺を土台にしてジャンプとか。あ、いいですよ。おおおおおぐにゃぐにゃやから、なんかぐにゃぐにゃですね。ぐにゃぐにゃですね。おお、あ、メガネが。メガネ取れちゃう、メガネ取れちゃう。あれ、もう一度上に上がろう。いろいろ試してみてください。はい、俺を土台にして、はい、朝森さんこうやってこう、いや、たけしさんがやるやつくっついたの。これでさ、いや、これでこれジャンプしたら、え、一回上に乗らなくなるじゃん。どういうこと。どうやって乗るの。ヒントカードも使いますからね。あ、ちょっと待って、使いますよ。あ、そう、ヒントカードか、はい、うわ、ちょっと待って、ここでヒント使ったらお前。え、ちょっと待って、こっちで視点変える。それまだまだこのステージありますからね。何がある。あ、上になんかあるぞ。あ、いっぱいですよ。ハート100個とかダルマ100個とかいただいてます。ありがとうございます。もうダルマだらけになってますよ、画面が。え、今日これで終わる可能性もある。あ、ダメですか。その前にヒント使ってください。お、あ、上の方使わない俺。あ、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 いけこれは。そっからや。こっからどうすんだろう。どうすんだ。え、こっからジャンプしても、この、お、これで何ができるっつうんだよ。え、あ、離してか、離して、あ、ちょっと待てよ、もう一回やってみよう。ちょっと待てよ、いろいろ体の構造いいですよ。こうやろ。あー、あっ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 、奇跡が起きた。奇跡が起きた。奇跡なルートじゃないと思いますけど。いけいけ、奇跡なルートじゃないけど、奇跡が起きました。そこ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 、さあ、上に箱を置いて置いてくれまして、動画が来ました。さあ、次のステージ。あ、ちょっと待って、うかつに降りたらやばいかも。どうや。いや、ここは降りていいんじゃない。もう降りていいか。あ、降りますか。さあ、新しいギミックも何かありますね。なんかあるね、ボタンが。とりあえず、箱は置いとくわ。箱もどこに。ゴエさんがだいぶ慣れてる。ゴエさん慣れてきました。あ、もうすごい引っ張り出してジャンプ移動してますよ。すごいジャンプ移動してます。このボタンは今日どっか置くとこないのか探してみてください。あ、上だ。はい、上だ。あ、ボタンを押したらパズリーやな。ここに乗ってきたらいいんじゃん、ゴエちゃん。エレベーターがね、下に下がってきましたので。ここやな。ほんで、おお、これで、いやいや、これスムーズですよ。だいぶ思ったよりだいぶスムーズです。おお、しかしこれめちゃくちゃ時間余る可能性ありますよ。うせえ、マジかよ。確かにだいぶスムーズです。まあでも、はいはい、このままじゃ乗り越えられへんとこもちょっと何個か出てくるかもしれないですね。確かにちょっとヒントカード引っ張れる。こいつ、え、全部ゴエさんにやらせますよ。引っ張るわね、引っ張るわ。え、行ってます、行ってます。あー、うまい。あ、スイッチ乗りました。乗せて、これ乗ってるからちゃんと。あ、乗ってると思います。乗ってる、開いてるから。おー、いいですね。めっちゃいい。あら、サクサク。すごいですね。いいよ、いいよ。だいぶうまいですね。やっぱりね、結構最初むずいと思ったんですけど、やっぱ2人ともやっぱね、こう、あれなんですね。どこに持ってくるわけじゃないのか。あー、いろいろ見てください。さあ、降りていいのかな。一回、どっち降りる。あ、そう、肩の一人だけ降りる方がいいんちゃう。試しに。ちょっと、お前降りろや。背中押して、お前。うわ、すごい。いや、おら、やばい、やばい、やばい。あー、二人とも落ちちゃった。大丈夫か、これ。選ぶっちゃ、選ぶっちゃ、選ぶっちゃ、選ぶっちゃ。いろいろ試して。まあでも全然いけるじゃないですか。ここまた同じやつあるからさ、これ、まあ、とりあえず下げるんじゃ、下に。
ボタン。いいですね。あ、いいですよ。うまいですね。なんで？なんで？なんで？まず、うん、いけた？当てたよ。うん、いけたよ。うん、あそこさ乗ったな。乗った乗った。乗ったね。横に上に流しに。あ、行きますよ。水野さんは下のまま。うん、あ、そう、俺のさんだけで俺が通さないとかも、ね、ここで協力プレイが、なんかちょっと間空いてるよな、このあ、まあ、これは貨物列車みたいこれなんやろ、ね、あ、これって動かせるんだよね、こっちに、あ、走るのか、押して、押すこともできるの、押して押すこともできるの、ほら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 押せてるよ、すごい、めちゃくちゃスムーズ、ちょっとさすがにバカにしすぎたか。初老をバカにしすぎたか。ちょっといや、それはやっぱ経験の半端ない。こっからどうやって向こうに押してもらうんや。さて、これ間がないよね。掴むね。掴んでグッと押すよね。掴む。押すっていうのは？掴んで。あ、こっちから行けるのかな。掴んで引っ張るの？引っ張るみたいな。いけるいける。それはいける。うん、全然潰れるみたいな。ちょっと潰れる。で自分に潰されるちょっと待ちや、うん、でこれでさあ、おお、お尻が、うん、動いてます、いいですね、プリッとします、あ、潰れます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 、で回り込んで、まあ、もう余裕やん、これ余裕ですね、本当に、まあ、すごい、ちょっと経験値を舐めてましたね、舐めてたやろ、余裕やん、うん、やっぱりさ、おお、これで、はいはいはい、奥まで行った、うん、よし、あ、余裕や、いけそう、これはこれはいきそうですよ、うん、ここに置けるか、置けますかね、あー、置けないか、あ、大丈夫、こうなってるんですか、ヒントカードあります、で、引っ張って、置いて、あ、置けない、頑張って、頑張って、ヒントカードありますよ、ヒントカードいらんやろ、出さんやろ、出せますか、あ、ちょっと待って、あ、操作がね、難しいですけど、大丈夫ですか、あ、余裕やな、置きました、綺麗に開いたやろ、どっか、はい、あそこは扉が来ましたね、 あそこ開いたやろ、はいはいはい、その上のところが開きましたね、分かったぞ、ちょっと待ってよ、エレベーターやな、ちょっととりあえず俺上がるのかも、で俺も一回下がる、そうですね、もう一緒に上がる、え、一緒に上がるってどうやろ、あ、こっちにボタンあるのか、そうか、ちなみにさっきのところでヒントカードを使っていた場合、うん、落ち着いてとしか言えませんでした、はい、あ、そうだね、よかった、さっきのところで危なかったですね、へぇ、いや、こんなゲームあった、いや、すごいですね、マイクになってるやん、さあ、上に到着、そして次のステージは行くよ、はい、なんか、あ、さあ、あー、ちょっと待ってよ、さあ、大丈夫やったんかな、これがクリアです。ステージクリアです。クリアです。いやいや、これはいけるわ。ちょっと早すぎた。ちょっと早すぎたね。これを40分ぐらいでクリアしてもらう想定だったんですけど。え、マジで？はい。クリアしたで俺。早すぎましたね。もう一個行きましょうか。じゃあもう一個行きますか。はい。ステージどうしましょうか。もうここ行きます。ここ行きます？うん。ここはちょっとちょっとむずいと思いますよ。いや正直さっきのね。はい、うん、とこでもたついてんの40分見てられへんと思うね。視聴者さんとも。確かに。見てられないですか。うん。じゃあもうさすがに。タレントとしての期間から行きましょうか、このステージ、ここのステージ行きましょうか、はい、残り30分、40分ぐらい、あと何分あるんだろう、今23分、残り40分ぐらい、あ、40分ありますでも行きましょう、どこに行けばいい、これは何をしたらいいかな、さあ、え、こっち行ったら何、ここら辺からね、これは、え、この謎解きプラス、やっぱ技術もいりますからね、そうですね、操作、技術も、じゃあもう普通に乗り越えなきゃいけないんだ、なんかさっきより高くない、どんな、じゃあどんな登り方しようみたいな、そこから行きです、あっと、あーっと、何度これだ、ここじゃないですよ、え、ちょっと待って、いきなりむずいじゃん、これ階段を登る速度は初老ですね、え、これ B ダッシュとかないの、 B ダッシュ、 B ダッシュないんですよ、ないです、ただ結構意外とね速い動けるんですよ、ほんま、実はそうなの、はい、 B ダッシュないのに、あーA ボタンがジャンプですかね、なるほど、あらー、いけるか、水野さんがパルクール、おいったパルクール、パルクール行きましたよ、行きました、パルクールこっちから行かなあかんの、パルクール行きましたよ、こっちからも行けんやろ、こっちからも、あ、そっち行けるのか、どうなんだ、こっちはやっぱでも距離が空いてますからね、うんうん、
あまずジャンプをしてください。ギリギリでも飛びたいんやけどな。この辺やったね。まずジャンプしてください。あれ来るそっちか。やっぱ2歳年上やからね、こいつは。パルクールで行くわ。パルクールで行きましょうか、こっちの。んそんな飛べる。結構意外と飛べるんですよ、これ。めっちゃ、俺先行ってるぜ。うわぁ、行っといて。体がね、飛んでるから。ちゃんと飛んでください、ドエさん。あ、なんかある、なんかある。A ボタンで。これでジャンプ。もう、俺が行ったら全部通れるようにしといて。はい、うん、わかった。これ、さあ、こちらですね、卵のお寿司みたいなのがあるんですけど。あるな。これ持つと、ちょっとチュートこのステージでのチュートリアルをちょっと教えてくれます。はい、だちょっとヒント持つとくれる感じですね。無償のヒントカードって感じです、これは。 OKOKOK 飛んだ飛んだ、あ、行きました。飛んだ飛んだ、ゴエさん行きましたよ、そちら。あ、行きましたか。さあ、あ、ゴエさんがチラッと見える。見えるな。モデルか。あ、落ちちゃった。これ落ちちゃいけない。これ掴むとまずどうするの。ちょっとね、あ、あ、あ、行きますか、掴みある下がまれへんやろ。ヒントカード使いますか。ヒントカード使いますか。え、ちょっと待ってよ、ここで使わへんよ。使いますか。使いますか、ヒントカード。いや、掴まへん、掴まへん。なんとかヒント見るためにヒントカード使いますか。なんとか寝転んだ瞬間に掴むんだ。そんな、運の要素で言ってないですよ、これ。え、そうなん。いろいろ操作、最初教えたじゃないですか。はい、それをいろいろ使ってみてくれたら。それを見直したらいけんのか。いろんな操作ありましたよ。あったけど、ま、そんなシンプルやつ。ちなみにしゃがむということはないですね。はい、しゃがむことは。あれ、いろんな操作ってそんなに別になかったけどな。あ、あれか、俺なんか左になんか拳銃みたいなの持ってるけど、あれ使うかな。あれ使わないよ。拳銃でどうやるんですか、これ。あ、ちゃうんだ。あ、あ、あ、下に協力して。腕を下に、腕を下に、下にどう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 、腕を下に、下にやってますよ。下にしようとしてくれる。体重だけで。体重だけで。体は下に。どういうこと、どういうこと。いけるか。どうなってるんですか。どうなってるんですか。ほら、今今え、どういうこと。絶対楽しいもん、絶対ないでしょ。これはヒントもらっとこうよ、もう。ヒントもらいますか。これは分かんねえわ。あ、分かった。はい、ヒント、ヒントカード。はい、ちょっとお前ヒント出してあげてください。右スティックで視点を変えて、はい、視点を変えたらその方向に手を伸ばして。なるほどな。はい、それは知らんかった。手を伸ばす方向が変わるんですよ。ほんまや、はい、これいろんなところで使えるん で、 でこれは覚えててください。持ちっぱにしてみてください。ドーマイって書いてある。ドーマイって名前ドーマイって名前出ました。はい、持ちっぱにすると目の前に、はい、モニターが出てくるので。登り方、はい、ゆうぞうさん見てください、モニターを。ゆうぞうさん、ゆうぞうさん、あれ、ゆうぞうさん見てください。右の方にありますよ、そこで。モニターが、そ、あ、それです、モニター。モニター、あー、モニターが見えない。見えない、かぶってて。あそこさん見て。さあ、本題に入ります。本題ですよ。まず両手を上げます。両手上げる。次に深呼吸、はい、そして段差に向かいます。両手を下ろして端をつかみ、下を見て体を持ち上げて前進しながら手を離します。手を離すタイミングは重要です。手を離すタイミング重要。タイミングが悪いとうまく登れません。うわー、そういうことか。はい、疲れた時はヨガで気分転換しましょう。ヨガ、ヨガ、ヨガもできるんです。ヨガの気分転換はジョークです。大丈夫です。はい、さあ、こちらがヒントでございましたので、これを駆使してこのステージを、今このヒントを見るために我々はここでヒントを一回使いましたけど、ね、そうです、はい、ヒント見るためにヒントカードを使いました。なるほど、めっちゃもったいないんちゃう。いや、これがなかったら進めなかったんで。でもだいぶ重要なヒントなんで。あ、そうか、この視点を使ってよかったのか。そうです。なるほど。今登り方も教えてくれたんでね。そうやな。掴んだ後にね、グッと持ち上げるという、はい、体を。さあ、どこまで行けばいいんだ、これ。さっき言いますと、その先には何もありません。あ、大ヒントありません。大ヒント、はい、大ヒントです。何もありません。この段差だって無理だもんね。これは無理です、はい、だからパルクールを駆使して、なあ、やっぱそういうことか。割と戻らなきゃいけないんだ。登れるところをね、探して、あの、降りてきた坂みたいなところ、はい、あるじゃないですか。あれ実は降りた、降りる坂じゃなくて、落ちた時に登るような坂。うわー、これ結構落ちたらもう悲しいです、はい。これだいぶこのせい勝利時レベル上がってますよ、さっき、はい、これ結構大変じゃない。いけるやろ。結構前向きですね。あ、いける、いけるよ。さあ、ゴエさんから。あ、いった。あ、いいですよ。いいですね。あ、いい。あ、ナイスリズム。さあ、あっ、
起きたな。あの時に掴んでたら。あ、掴めんのか。掴めるんですよ。とりあえず取り直して掴んどけなんとかなる時はあります。なるほどね。はい。なるほど。あ、ここはいける。あ、いけるここ。それ。いけるとこ見つけちゃいました。帰ってきた。いけるとこ見つけましたよ。帰ってきた。あ、いいですね。さあ、さあジャンプで。あ、なるほど。あ、いいですね。ちょっと今、ごめんなさい、ジャンプできなかったですね。ここも行けるぞ。あの頃にちょっと登れるとこ。え、これがこっちの方向？いいですよ、お母さん。そう、そうです。お母さんが登れてる。登れてる。段差を登れてる。あ、いいですね。そう。うんうんうん。いいですよ。さあ、こいい。ああ、おお、行ってるね。ギリギリジャンプ。オッケー。いいですね。いいテンポですよ。お、こっちか。お、いい。あ、危ない危ない。あ、危ないで。はっ、はっ、あっと、はっ、危ない。危ない今。押し出そうになりました。どこに行ったらいいんだろう。ちょっと距離あるけどな。多分どっちだ。そこ。ああ、こっちやな。あ、落ちちゃった。でもここ行けるんだな。ちょっと待って、浅間さんそっちか。確かにそっち。おお、いいですよ。こっちから行くぜ。ちょっと遠いか。さ、登れるか。登れた。あ、登れるか。あ、登れた。あらー。今多分こっから登れます。こっから登れんな。はいはいはい、はい。ゴールさんこっちが登ってますから。はいはいはい。え？さあ両手をまず上げる状態からですね。いいですね。え？どういうことやったっけ？あ、いい。朝子さん上手かったな。すごい。もうどんどん進みますよ。あ？視点をチェックしてLR を突き出すと引き上げた状態でバーッていったもう行きましたよ。ゴリさんがめっちゃ行ったよ。もうどんどん進みますよ。すごいな。行ったよ。視点を視点をちょっと離れた方がいいかもしれないですね。ちょっと上に向いてこの状態で進んでいくみたいな。上に向けて手を。これで少量の皆さんはギブソンの画面を見てるんだな。そうなんですよ。じゃあ待ってよ。いいんじゃないですか。あ、いい。で、グッともう体を持ち上げてください。そうです、そうです。あ、登れるか。あー、もう一回、手を離れたいか。映画の名シーン。さあ、そこで手を離す。手を離してよな。はい、いいよ。前に行けっつって。あー、名シーンやったよ、今の。えー、もうちょっと奥をつかめたら。ちょっと待ってよ。だから、こうして、こうやな。こうして、にゅっ。そう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 。あ、で、右に対しない。そう。真上、真上。視点を真上。視点を真上。そう、よいしょ。進みながらジャンプでスッと。あ、いいっすよ。いいですよ、いいとこ手を加えました。右の真上で、右の十字の真上で、右の十字を真上にするだけ。クリフハンガーやない。クリフハンガーやってますよ、今サスケやった。右の十字を真上に。いや、多分ね、真下ですね。あ、真下か、真下か。視点を下げて、こう力入れる感じですね。ちょっと右の方向いちゃってますね。あ、でもなんか、ドラマチックな視点ではあるな。ドローン使う。ドローン。ドラマチックして。ドローン近すぎます。ドローン使う。ドローン近すぎます。ちょっと待ってよ。ここが難所になるかもしれないですね、今回。めっちゃむずい。こうして、こうやから、こうして。あの、やっぱゴイさんすごいっていうコメント来ます。こうして、こうやろ。ほんで、ジャンプやろ。はい。ジャンプ。こうやろ。あ、いいですね。よいしょ。あ、来た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 。はい、ことで、これです。これが基本操作です。なるほど、これは基本なのね。これが基本操作です。なるほど。これを駆使していろんなところに行くという。なる、あそこ早かったね。あ、ごめん。はい。ちょっと見入ってしまってるけど、缶バッジを作ろう。忘れてた。お前、缶バッジ作らな。缶バッジ作りましょう。やっぱ視点を、だから視点のレバーはなんでこんな横に押す。すごい横に行っちゃいますね、視点のレバーが。視点のレバー横に押すなんて。まっすぐ、まっすぐです。まっすぐね、まっすぐ。な、ほんで、こうや。ちょっと待ってください、ゴーヤさんが、ゴーヤさんがめちゃくちゃうまいんですよ。どんどん言ってますよ、サクサク。すごいね。全然違いますよ。全然ちゃうな。え、で、え、こうして、こうか。ほんで、こうして、こうか。あ、そうです。ほんで、こう、にゃーん。ぐにゃっと、下に、下に入れて、そう。そして、にゃーん。あー、惜しい惜しい。ぐにゃーん。うわこれじゃ無理ですよ。クリフハンガー腹立つ。だから初老感めっちゃ出てる。初老感出てる。やっぱり初老感。これはだいぶ初老感になってます。いや、こうやってにゃ、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 もうちょっと上の方掴んで。はい。で、ちょっと待ってな。にゃ、よし、おろ。おい。
ってこれ、いきました、もうちょっと、よっしゃ、おー、あ、いくな、いいよ、見てください、ゴリさんの位置を、あー、なんとか待ってるよ、ちょっと右向いて、そうやな、右の方を向いて、こっちを、こっちから行くんだね、はい、落ちちゃった、さっきのもう一回なんで気をつけてください、こういう時の俺はあれやから、はい、思い切りが、思い切りがいい、いいですよ、思い切り大事、あー、大丈夫、大丈夫、大丈夫、うわぁ、もう一回だ、マジかマジだね、この辺登るとこないんだよね、あそこから登るしか、なるほどね、どっか近場で登るとこありましたよ、だってそれだけのが一番近かった、一番近くなったこれはやばい、なるほど、これはやばいぞ、さっきはなかったよ、結構ね、どんどん幅が開いてきます、あ、さっきの小林さんは次のヒントの卵焼きをもう見つけましたよ、あるね、よし、じゃあもう、俺に構わず、でも配信画面こっちなんですよ、え、配信画面でも、俺の方が配信ないと、そうなんですよ、やばいやばい、でもゴリさんがそこまで行ってたら、はいはいはい、私、崖から落ちたらそこまで多分行けんちゃうから、ゴリさんのとこまで進んでる方に合わせてくれるという、はい、なるほどね、さっきのお前、登るきっかけのとこがもうあらへんから見つけられてない、きっかけの崖、きっかけの崖壁があらへんがね、俺あ、あれか、あれです、あれです、あれか、あれきっかけのだけあるかよし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 ありました、ここです、これかきっかけのだけです、俺もうそろそろもうそろそろ慣れたやろいいね、なんかほのぼのとしていいね頑張ってって言ってますよ、頑張ってありがとう、はい、優しい、応援が来てますよ、優しい、こうして、こうでしょ、うん、もう横にすんなって、横に行ったらあかんの、まっすぐ、まっすぐしてください一旦こう、ね、一旦冷静に、冷静に、もうレバーは上と下しか行かないから、はい、そうね、オッケー、ヒントカード使うのもありですよ、ヒントカードいらんのよ、全部わかってるやん、こうやろ、ほんでやな、はい、じゃあこうか、あ、いい、いいとこ、わかりました、下に、下にやって、おいし、あ、わかりました、あ、わかった、わかった、わかった、もう一回、わかった、わかった、いいですね、こうして、うん、分かった、はいはい、何がポイントか分かった、俺の位置見えるやろ、こうしてこう掴んだら、はいはいはい、もうこっち離したらええんや、あ、引く引くとこ掴んだぞ、おるら引ったら、あ、そうだ、ちょっと、あ、もうゴリさんがあっこに見える、ちょっと待って、点でおるやろ、点でこうしてめっちゃ遠いとこに、こうしてこうしたらもうこっちのレバー外せるからこうやな、おー、これでグイーッつってこうやな、見えるよ、俺見えてる、見てください、あそこに行ってるの、めちゃくちゃ遠いとこ行ってるの、スーツの男があそこおんねん山登り得意そうな方が行ったら、あ、ちょっと怖い、怖いなぁ、安定感がない、頑張れ、安定感がギリギリを行く男、頑張れ頑張れ、あ、危ない、危ないけどギリギリで攻める男、一回右やで、一回右やで、よし、いいですよ、いいですよ、さあさあさあ、ここやな、あと2回、よしよし、あと2回行ったらギリギリじゃん、これ超えたらもうだいぶ安定の第一ですよ、大丈夫大丈夫大丈夫、攻める男、おーい、いけました、ここでお前さすがにミスったらもう視聴者怒るよ、これはやばいです、やばい、炎上します、炎上する、これはこれさ、これ普通に仲間の腕を掴めたりしない、お、いいこと気づきましたね、なるほど、こっちまで来いみたいな、さあ手を差し伸べたら下で、これでこうか、下に入れて、そうです、グッと、おーおーおー、ようやくや、ようやく、さあ、追いつきましたよ、よーお前、おっしゃ、あ、いい、いいとこかかりました、オッケー、さあ、あ、追いついたね、追いついた、追いついた、手を差し伸べるか、なんか差し伸べれそうなんだけどな、差し伸べる、そんな、おしゃれな、手を差し伸べる、こう差し伸べれそうなんだけど、うん、手掴めるんじゃないのこれ、うんと、お、あ、自分でいけた、ちょ、どけっていけた、いけた、いけた、差し伸べてくれてましたから、これを取らなきゃいけないんだよね、これやな、よしよしよし、あ、新しいチュートリアですね、新しいヒント、これどうやって、こっちやな、こっちやな、こっちやな、あ、ちょっとなんで、あ、すいません、持ってこない、なんか、ずっとずっと持っとくんかい、持ち上げとかないと出ないの、持ち上げて間だけ出るという、さあ、より高いところへ、掴む前にジャンプする、そうっす、掴む前に両手を上げて登りたい場所に走りましょう、なかなか難しい、えー、
手を上げて走ってジャンプです。掴んだとはもうさっき動きと一緒です。一緒です。いやちょっとこれむずいやろ。タイミングと推進力を。あ、あの握手してる。はい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 。あ、ジョークやろ。これジョーク。ジョーク入れてくできると。さあここいけたらかっこいいですよ。本当。この上にまだ待ってるってことか。残り20分となりました。おりゃー感じやん。クリアできるか。ギリギリのラインですね。ここクリアしたいな。あ、あれそうなんですね。そうか、ここジャンプ、あの、ヘビを使わないと上まで体が持っていけないわけですね。あ、これはだからもうジャンプ捕まるじゃないとダメってことこれ。え、あ、いいですよ、左手は。いいですよ、左手は上がってる。いけるか。おーっと、なんでお前ってまた。なんかね、ボタンを押したら出ちゃうんですよ、名前が、はい、これちょっと片手ではちょっと無理なのかな。片手ではギリギリ掴めたけどな、今なんか。ん、ちょっと待ってよ、こうこの高さだったらまだいけるかもしれないですね。あ、なん、そうですね、その場ジャンプでも。あ、いいですよ。いけたおー、いけました。今度は俺が無理だ。あれ、よし、とりあえず逆転させて。とりあえず立場逆転させて。走りながらジャンプして、はい、両手出すんだよね。両手を上に上げながら、まず。両手を上に上げながらか。上げながら上を向いてください、これ。これ、上を向かなきゃいけないのか。上を向いて、そのまま走るんですよ。この手を上げとくと大事ですね。走って、ジャンプです。あ、ちょっとジャンプ遅いですね。なるほど、なるほど、なるほど。やっぱお二人の世代だとキョンシーとか思い出すんじゃないですか。あ、思い出す、思い出す、思い出します。その扱いしないですよ。あ、あ、自走さんが結構いってますね。まさか。おー、すごいすごい。これもう横落ちたら、もう勘弁してくださいよ、自走さん。横ずつに勘弁してください。一番下まで叩きつけられる。マジで。ちょっと慎重に、ちょっと慎重にいきましょう。おー、高いです。いや、いいですよ。慣れ、すぐ慣れますね、でもやっぱ。ねえ、やっぱうまいです。おお、ギリギリ。おお、いい。よしよしよし、いいですよ。ああ、これ、ちょいちょいちょい。おお、おお、へえ、来ました。おお、すごい。リブソンさん、上まで来ましたよ。めっちゃ上りましたよ。はい、ちょっと引っ張ってるこれ。ちょっと下覗いてみます。ゴエさんの様子。ちょっと落ちないでくださいよ、ヒロトさん。絶対落ちないでください。絶対めっちゃフラフラしてる。怖い。あれ、まあ、視点だけいじれば体重変わる。あれ、ゴエさんさっきめっちゃ重かったのに、はい、急に苦手な。あー、ゴエさんが下にいます。あー、おろおろおろ、あー、いますね、はい、あ、頑張って。あ、頑張ってるね。使いました。あー、いい。あー、いい。あー、いけた。危ない。あー、よかったよかった。危なかったね、今。危ない。すごい、ここを登ってきたわけですからね、お二人。あー、すごいですね。面白い。これ、ちょっと待ってよ。より高いところにジャンプする場面ってどこだ。この…この貨物の…これは何だ、あの、使うんだ、うん。先に謎をちょっと見ておきましょうか。じゃあここら辺の、え、なんかあった。あ、なんか謎、何があるか、どうやっていくか。これ多分あれちゃうか。にょっ、お、確かに大事ですからね、謎のやつね。にょっ、にょっと。どうや、なんかある。いや、ない。にょっ、お、ゴエさんの声が近づいてきましたよ。声はずっとおるやろ、気がする。いやー、ちょっと、こんなんじゃないもんな。これは無理ですね。この高さはさすがに。おわ、首で危ないですよ、首でいくのは。あ、さあ、ゴエさんが落ちました。え、ここでも一回登れるよ、これ。登れるの、こっちはね。あ、そっち側ね。え、何やる。これ高すぎるな、これは。こっちに登って、この上はこれ高すぎる。高すぎる。これ助走できんじゃん、無理。え、ここはちょっと厳しいじゃないですか、ね、これは。これは厳しいじゃないですか。やっぱこの上に乗らなきゃいけない。はい、やっぱそうなんや。あ、ここに乗るの、乗れる。え、高っ。ちょっと高いな。頭を使ってください。さあ、移動しとった。動かすわ、これ。動かす、うん。あ、動かしたらええんか。はい、動かします。あ、せやせやせや。はいはいはい、頑張ってください。こっちで待っとったですね。はいはいはい、ね、これで段差が1個増えた。あ、ね、
そうやね。素晴らしい。うん。素晴らしいですよ。なんでちょい邪魔するんですか。悔しいから。ごめんなさい、缶バッジ1個成功して3つ失敗しました。えぇ、素晴らしいな。え、うん、もう工場としてやっていかれへんだ。なくなりました。あ、後で続きます。めっちゃ怖いんやけど、先は。さあ、あ、ゴエさん結構行ってますよ。残り15分で、あとヒントカードが2枚あります。まだ2枚ありますね。ギュゾンさん、どうしました？いきなりちょっとまた下手だった。あれ、おいしい。あ、ここじゃないんじゃないか、これ。え、ここでいいのか。ここでないの。ああ、どうするか。行ってみましょう。もう飛べない、飛べんのかな。ちょっと、あ、隙間できてました。押してもて、ギブドさん。あ、ちょっと隙間でし、誰が隙間作った。あなたです。俺が作った今、隙間。でもこの隙間やったら、え、これ飛べるか。僕は飛べるのか。いや、頭使ってください。頭使えない。無理そうなとこはやめときましょう。隙間めっちゃいった。やってみてもいいですけど、2人が同じところに行ける。あの金のとこまで行けんの。これね、行けるんです。行けんの。はい、一応1人でもクリアできるゲームなんで。そうなの。あの滑車動かさないといけないんだよ。うん、どうした俺。よいしょっと。さあさあ、ここ落ち着いて。あ、そうです、そうです、隙間が。あ、いいですね。OKOKOK、 いいですね。いいですね。あ、落ちてください。ああ、危ない危ない危ない。さあ、ここまで来ました。どうしますかね。ああ、あれ待ってるよ。これどうしたん、こっちのボタン。手出してるよ。ありがとう。手が出ている。手が出ているけど。手が出ていますよ。さあさあさあ、うん、あ、足も出てきた。あれ、掴んで降りてきた。いや、降りてどうすんの。降りてるって。危ない危ない危ない。降ろしましたけど。違うんやけど。でも降りてきたのはこれ1個良かったかもしれないですよ。あ、降りてきてよかった。しかしこれはちょっとヒントですよ、今の。いや、この滑車をまた元に戻したいんだけどね、この貨物を。そこで動かせないですか。ああ、なるほど。壁を軸にしてってことかな。そういうことじゃん。出た。あ、こっちじゃないの。こっちか。こっちか。逆にやったら、二人とも逆にやっちゃったら。調整してますよ。さあ、来た。すごい。どうしてんの。これはでも僕ちょっと言っちゃったか、ヒント。ほぼ言ってましたね。なるほど。僕がヒントを言ってしまったということで、ヒントカード1枚欲しいねー。勝手にヒントくれて募集を動かしたいな。勝手に言ってしまったので、すみません。申し訳ございます。これは申し訳ございません。ぼったくりバーみたいなことするんだから。勝手に出してお前。すみません。言っちゃったんで、ヒントはヒントなんで申し訳ないです。残るヒントカード1枚ですから。もう長いな、このステージ。そうなんですよ。これ、長いな。長いステージですよ。まだまだあります。いや、このロープが。ロープだ。さあ、このロープを。どれがわからんぞ。ロープ？ロープがあんねん、1個。ロープ。さあ、どうするそれを。大丈夫。ジャンプ、ジャンプ。ジャンプのやつな。うん、だからこうして、うん、そうそう。あ、そうです。もうちょっと前に出ながらって感じで。うーん、ちょっと待ってな。はい。おい、よいしょ。もうちょっと上。もっと助走いるのかな。そうですね、助走あった方がいいですね。やりやすいかも。娘が運動会でパパの奮闘見てる感じやわ。はい、パパ全然やわ。な、うん、パパ頑張って。あ、パパーめっちゃ嫌やん。高いな、ここめっちゃ嫌や。これあそこの席行ったの。パパーだいぶ高いかも。めっちゃ恥ずかしい。パパもみんな待ってるよ。あ、いいでしょ。いけそう。片手でやって。あ、もう一個もう一回腕伸ばせないですか。右腕の方。右腕伸ばしてください。右腕を。すごい力やった。逆にすごいやった。その右腕、その左手離さずに、右腕だけ伸ばしてみてください。上に右腕だけ上に、はい、肩、右の肩、はい、こうか。そうです、そうです。いい。それができるようになったら、だいぶ動きが広がります。おー、落ちた。あー、やばい、落ちた。パパー。難しい。パパー。しんどい。パパー。しんどすぎる。違いますよ。ゲーム楽しんでもらうって言いますから。しんどすぎる。しんどいは絶対言わないでください。両手が痛い。あ、助けに来た、娘が。娘が助けに来ました。娘が来ましたよ。娘の力を借りるか。
これ使ってない、届いてない、届いてない、届いてないですね。ジャンプしたら届かないですね。あ、ちょっと待ってな。さあさあ、あ、届かんだ、一発で出てるんだ。あそれ今から、最悪や、これは最悪や、最悪最悪、これ本当の無責任。そして、あ、いってた、あ、でも、ギオさんも、あ、ゴエさんもすぐ行った、ヒントを得た。さあさあ、これっておかしくない、お二人、残り10分となりました。残り10分、ええ感じちゃう、10分か。ロープなのこれ。お、いいですよ、ゴエさんがいいとこに見えつきました。ここにさ、なんか怪しいものがありますね。なんか怪しいものありますよ。さあ、お、掴んだ、鉄格子ですかね。さあ、外れるのか、この鉄格子は。あ、どっか外れちゃう、1本ぐらい、1個外れるんだわ。うん、1個外れんねや。さあ、これも外れない。わあ、振り出した。外れないですか。いや、外れる、外れ、一番右は。これ、正直僕も外れるかどうか知らないです。これ、なんか外れない気がして、外れない気がしてきましたね。これ外れないな、外れないか。でもこのロープだよ、ロープ。もう一個あるんです、怪しいのもね。はい、ロープ、ロープだよ。これ改善しよう、はい、多分これ持てるんだよ。うん、下向いて、うん、でもさあ持って、視聴者の視点からいくとお前が持った方がいいんだよ。二、はい、人持つ手もありますよ。そうか、二人で持てんのかな。二人で、はい、持てた持てた、二人でロープ持っていくっていう。持てたよ、持ってますかね今。あ、持ってるか、上に上げてみよう。持ってない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 持ってなかった、持ってないですよ。あ、でも、あ、ゴエさん持ってる、ゴエさん持ってる。さあ、ギュウさん持ってください。やばい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 、落とされる落とされる落とされるよ。危ない危ない、なんかなんかやばいやばい、思ったね、二人とも思ったね。確かに。あ、でも、俺地面持ってる、地面です。船で乗るの、あ、持ってます、完全に2人と持ってます。じゃあ、やばいって、どうぞ、飛ぶ、行きますか。え、ちょっと待って、どうぞどうぞ、行こう、行きますか。ほら、行こう、行くよ、離さない、行くよ、うわー、すごい、離さない、こんなとこ？どこ？結構戻されましたね。戻りましたね。うわ、これ結構戻されましたよ。最悪やないな。これ痛いですね。めっちゃおもろいやん、今の。すごいおもろいゲームや。結構。こっちの視点でもゴエさん死んでいくのを確認できた。二人ともがちゃんと確認できました。あれはタイミングよく離さないといけないってこと？そうですかね。かな、確か。いや、まさかそう、欲しかったよな。そうですね、ロープの下の方を持っとかない、届かないかもしれないかもしれないですね。ちょっと、ギブスさん上の方持ちすぎてたら、うん、あ、そうよね、絶対そうよね、はい、下、下持たないとね。あ、あれ、ちょっと動いちゃった。わーってなると思うんですね。動いたな、ちょっとこれ、うん、あ、でもこの隙間でいけんじゃん。これ、なったらね、そのゴエさんが動か、左に動かしてあげればとか。そういうことだ、はい、大丈夫、大丈夫、隙間を、おー、来てる。さあさあさあ、あ、それだと逆やな、逆やな、逆やな。おー、いいでしょ、いいでしょ、いいですよ。おー、足でね、足で動かして、ありがとう、いいですね、いいですよ、ありがとう。もう乗った瞬間動かすから、あ、いいですね。準備万端ですよ。ほんまに慣れへんな、下手くそやな。よいしょ、この操作がね、難しいね。あ、行きました、これは。あ、カメラが、カメラ視点が、あ、OKOK、 おー、いいですね。さあ、動いてますよ、もう。さあさあさあ、いいですね、スムーズ。おー、あ、止めちゃった、俺は止めた。うんうん、ほんで、いいですよ、いいですよ、いいですよ、で、いいよ、こっち側に渡ってと。この上だけやったっけ。上に登ります。いや、これはちょっと行きたいな、時間内に行きたいですね。あと5分ぐらいかな、時間的に。もしかしたらこの崖をクリアしたらクリアでいいですけど、この崖クリアでクリアします。だいぶまでちょっとだいぶかかるね。はい、ロープない、これの、あ、そうなんです、ロープ、これね、このゲーム一回使ったものはもうそこに、そこになるんで、え、めっちゃおもろいやん、意味わかんない、え、そこに落ちてしまうんですよね、もう、まあ、とりあえず呼ばないと、よいしょ、とりあえずちょっとゆうぞうさんが上がってきてどうするかですね、うん、そうね。さあ、でも多分ね、クリアできないってことはないんですよ、ロープ。あー、なるほど、はい、でロープどうする？ちょっと待って、向きが、うん、いい視点ですね、これ。手出してるけど、ちょっと待って、向きが、すごい視点、スーツのとこ手出してるからね。こうか、
普通こんな声でスーツのとこ頼るじゃん。引っ張れる、引っ張れるか、いいですよ、引っ張れるのか、いいですよ。あ、ちょっと待って、やばいやばいやばい、そこやばいです、そこやばいです、そこやばいです、そこやばい、今のいけたな。今の落ちましたよ。今の落ちましたけど。いけたよ。あくらの高いよ。やっぱコンビの力ですよ。あくらの高い。危なかったよ。結構あったっすよ。自分で登る。なんかあったとすっと自分で登るって言って、その後すっと登るね。あ、危なかったっすね、今。危な。また落ちちゃうとこでした。お、いけ。よしよしよし、うまいんですよ。これどうやねん、ロープマジで。木まで登らなきゃいけない。木登るの？登るの？これは登んなきゃいけない。どうなんですかね。ちょっと待って、見よう、上。あ、めっちゃ難しいですよ。あっこ登らなあかんじゃん、あっこまで。え、そんな登ります？これ登るのはちょっと多分無理です、ね、ちょっと厳しいんじゃないですかね。ヒントヒント、まだ IQ だね。残り5分です。行こう行こう、使おう、はい、ヒント。さあ、ではヒントカード、はい、ヒントカード。え、これちょっと分かりません、僕。ちょっと、マジで。何でそれ。一回やってみていいですか、ごめんなさい。一回じゃあ、はい、コントローラー渡すわ。じゃあちょっと、ギブゾンさん見てもらっていいですか、僕のプレイを。どうしよっかな。っていうか、この道じゃなくて、はい、この下のあれでいけんちゃう。え、どういうこと。ロープじゃなくて、こっち。え、そもそも下からいけるの。そう、こっちの道ってこと。うん、いや、いけそうやけど、ちょっと一回このロープやってみていい。ロープを見たい。あ、これは絶対取れなかったですか、やっぱ。これ取れない。あ、これは取れないですね。こっから捕まるロープにかなと思ったんだけど、ちょっと一回行っていい俺。やって、ジャンプ。はい。めっちゃおもろそうやん。え、嘘やん。やって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 。行きます。やってくれ。よいしょ。お、行け。掴め。よっしゃ。掴んだ。掴んだ。掴んだ。そっからどうすんのよって話。ちょっともうちょっと。自分で体重移動させて。はい。作ってやろう。あの。よいしょ。よいしょ。うまっ。ちょっと下の方に降ります。うまっ。うまいね。ほんでビョンビョンして、下に降りて、ほんでビョンビョン刺してや、で、ちょっと体重移動しながら振り子で、うま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 、行ってみたいと思います。ちょっと感動やな。これ感動やわ。これお前サスケでないかな、これ。このステージ体重移動させてますよ。オッケー。もう未来のサスケこれやろな。天空。もう一個下に降りますわ。おー、さらに下行った。いいですよ、もう一回ぐらいいるかな。いけるな、これ。いけそうですね。いいやん。いいですね。いいですよ。で、次いけるか。どうすんねん、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 どうすんねん。それー、うわー、いっちゃったー。うわっ、うさぎ、いけいけいけ、早い、うさぎの、いけいけ、うわー、いけ、ごめん、ごめん、僕が助けてくれますよ。うわ、お前が行って、お前が行って、俺助けてくれ。僕が助けます。頼む。助けんの、助けてくれ。お前を待つの。堂前が言ったぞ。堂前言ってくれ。すまない。いつもそうだよ。いつもそうだよ。お前が言ったんだよ、結局。おい、ちょっと待ってくれ、これは。もう一回腕伸ばし、伸ばし、ね、このゲームね、この右手以上に腕上げれないんですよ。あー、じゃあもう無理なんだ。そうなんです。あー、落ちた、落ちた、落ちちゃった。そういうことか。じゃあちょっと左の方から行ってみますか。左か。はい、ごめんなさい。マジかよ。いや、これ見たいわ。確かに残り時間内に見たいな。ちょっと押しますよ、俺。ちょっとごめん、押して。うんうんうん、あ、じゃあ俺残っとこ、残っといて。うんうん、じゃあ押していくから。あ、まあ、スムーズスムーズ。いいよいいよ、まあまあまあ、いいよね。さあさあさあ、懐かしいな。懐かしい、昔のゲーム。おお、おまま、うまいな。で、こっち移動させずに、はいはい。あー、なるほど、そこのもんね。ここは、こっちが正規ルートじゃない。あ、ほんまや、こっち行けそうやね。あ、これ、行けそうやね、これ。そっちの。あ、お前、うまい。いやいや、これ、いいよ。うわ、なんや。危ない。危なかったよ。こっちで行けんね。あ、危なかった。ちょっと近い、行けますね。なんやね、行けるぞ、これ。全然行けますやん。お、行けるやん。ロープ、罠やった。ロープじゃなかったんか。ロープはかっこいいってだけですね。そうか、これクリアできんじゃん。これ何だったの。あー、さあ、行きました。シーソーのような。シーソーや、シーソー、体重移動や。はい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 、はい、なるほどなるほど。あ、ここからもまだ俺ら行きます。こっから、こっから、こっから行きますか。わ、行ってもらいましょうか。じゃあこっからクリアしたいけどな。あと何分ですか。さあ、あと何分でしょう。あと1分です。あと1分です。あと1分です。頑張ってください。あと1分です。あと1分です。謎を解いて、あと1分です。謎を解いて、あと1分で。あ、
おりゃ、あ、いそう、あー、いた、いましたよ、いいですよ、いいですよ、いいですよ、あー、いった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 、動い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 た、さあ、それで、こいつをどうするんだろうな、押してみましょうか、これ、さあ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 、押したらどうなるのかな、はい、どこまで、あ、落ちて、あ、あ、押し切ったよ、押しました、もう押せないですか、もうちょっと押せる、あ、で、あ、もう落ちない、落ちない、ちょっと落ちたんですかね、ちょっと落ちたね、ちょっと落ちた、ね、もう線路が外れてるという状態ですからね、なるほど、もうこれ以上は、なるほどね、これをどうするか、どうするかですね、じゃあ向こうからじゃない、今度は、え、はい、ね、向こうからだよ、ね、ありそうですね、向こうから、ここからじゃダメなんだよ、もう向こうからありそうですよ、あの板はシーソー風になってるんでね、お、じゃあもう一回これ乗らなあかんってこと、うん、今度はそうやわ、それこれで、こっちをまず下に落として、さあ、それで行ってみましょうか、ほうほうほう、さあ、ほうほうほう、ガーン、で、この上乗んの、あ、ちょっと2人で行っちゃうと、あはははは、なんだ、ちょっと、あ、たあた、多分振ったよ、危ない危ない危ない、2人で行っちゃうと、2人でも体重がかかりすぎちゃうんで、どうしても兄弟だな、これ2人とも行きたいんだな、うん、よしよしよし、さっきあと1分でしたけど、まだあと1分ですか、あと1分です、まだあと1分でした、これこっちの方にある、さあ行けるか、そうですね、うん、さっき小屋さんに行ってもらうという、行った、掴め、ああ、いいとこ掴んだ、いいとこ掴んだ、これはよしよしよし、上がりました、あ、行ったね、すごいね、あとはもう伊藤さん、うん、執念のダッシュで行くしかない、ね、ダッシュで行くしかないです、もうダッシュで、はい、いいですよ、行きます行きます、いいですよ、いいですよ、行け行け行け、いいぞー、すごい、これはすごい、めちゃくちゃうまいだろ、よっしゃ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 、さあここ成功したい、行きます行きます、頑張れ頑張れ、結構大変だよ、ちょっと右ですね、多分右の方に、このちょっと距離ありますけど、列車の上に乗る、ただ行けない距離じゃないです、これ、ゴイちゃん行くよ、じゃあゴイちゃん、ゴイちゃん、うなずいた、いやーうなずいた、行け、どこ掴んでどうなった、どうなった今の、どこ掴んでんすか、今ジャンプできなかったですね、これはもうちょっと時間ないんで、これギブソさん決めましょう、決めましょう、ジャンプするしかないですね、はい、ジャンプするしかないです、いきます、おりゃー、どりゃー、おりゃー、おりゃー、いった、いった、おりゃー、いった、そして左に乗ってみましょう、よっしゃ、うりゃー、うりゃー、おりゃー、いいですよ、おらおらおら、いいですね、いい、おら、で、その階段をちょっと登っていきましょうか、おら、行こう、どっちかがゴールしたらクリアなんで、どっちかがゴールしたらクリアです、おいいおおさあおアルコンホール、おおおこの扉は、お扉がありますね、おおおどうやって開け方があるのか、あ、引っ張んねやろ引き戸やろ、引き戸、引き戸でございます、引き戸やろこれ引き戸引っ張りすぎやね、さあどりゃどうだ、隙間に入って、隙間に入って、あ、なんかソファがある、ソファがある、ちょっと楽屋みたいな、楽屋みたいな、一回くつろぐ、一回不祥事がないですよ、不祥事がございません、非常口、さあ、非常口はゴールのマークです、あ、来た、光りました、行った、行ったよ、やったすごい、素晴らしい、すごい、あー、行けた、ゴールできました、素晴らしい、うわー、これがもう次のステージ来たんですけど、はい、あー、これすごい、素晴らしいです、こちらがゴールということで、あー、すごい、行けた、時間内に行けた、はい、時間内にゴールできたということで、晴れてエンディングです、はい、素晴らしかった、ありがとうございます、いやー、あっという間は時間が、ねえ、あっという間なんです、こちら、お疲れ様でした、お疲れ様でした、どうでした、やってみて、これ、あれなんですよね、ダントツに今1位のゲームですよね、1位ちょっと前ですね、ランキングで、ランキングは今めっちゃ高いですよ、でしょ、はい、これおもろいもんだって、はい、これがね、どんどんできますよね、できるわ、まだなんかね、結構チュートリアルのステージとか今のが、うんうん、まだね、まあ、ちょっと慣れる段階で、もうどんどん謎も難しくなってきて、そうか、ね、そうか、そうか、いろんなとこに行かされるんで、でもこれチームワーク的な、はい、そこも見せたんじゃん、いや、良かったですね、チームワーク良かったです、1個、はい、あの、ゴエさん完全に落ちそうになったところ、うん、体で受け止めて、そうですね、受け止めて、はい、
ね、すごいさんが引き上げてくれるシーンは一回も成功してはない。全部引きずり下ろしてたから毎回引きずり一緒に来ちゃうっていうね。ちょっとこれまたなんか教えてもらいたいな。これ楽しいでしょ。これ嬉しい。実はやってみると、こちらギブスのスイッチ持ってるということで、はいはいはい、もしあれでしたら家でね購入することもできるんで、はい、ぜひね、お子さんとかもやってみてください。楽しいんでこちら、はい、はい、ということでですね、楽しかった、ただ楽しかった、楽しいですよ、あれ言ってきますか。じゃあ何ですか、缶バッジの方ですね。はい、それでは最初にですねちょっと宣伝させていただいた缶バッジ、はい、本日ですね6個作るという予定だったんですけど4個できました。そんなことない、6個あるんで、ね、6個作ったんで作るんで、一応ね6個後で作るんで、はいね、はい、じゃあ時間もないんで行きましょうか、うん、はい、購入券争奪戦スタート。さあ更新をしてからですね、こちらのカタログで、あ、ショップですね、ショップカートの方で買いに行ってください、うん、さあお願いしますよ。どうだ、販売が出たら教えてください。こちらですね、缶バッジ、ゲーム念仏の缶バッジとなっております。販売した、ライブフォーマース機能で、どうだ、ファイブ販売した、完売しました、完売、どうですか、うん、うん、完売しましたか。全然売れないんじゃないの。売れてない。すごくいってます。僕じゃ、僕見てみますね、こちらの画面で。更新して、はい、ショップ。あ、完売しました。完売しました。ありがとうございます。こちらで600円稼げたので、ありがとうございます、はい、稼げた、600円稼げました、今日300円、300円ということで、やったー、合流やん、合流じゃない。はい、ということで、なんか告知あればお二人。まあ、プラン9が6人になりましたんでね。なりましたね、はい、他にもまだ4人いるんで、はい、はい、うん、だから600円分けて、1人100円ずつ取ってきたぞと、今日300円ずつ、まあ、プラン9また、はい、新生プラン9よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、我々はちなみにこの後吉本漫才劇場で、はい、バクノスケさんの単独で、単独ライブ、そのプラン9のうち3人と会うことになります、ね、じゃあ今日5人やってるね、はい、だから今日僕らが会わないのはキューマさんのみだけ、はい、キューマさんのみは相関的に会えない、そう、合わせます、そうなんですか、そう、キューマさんの前のボスみたいな、ギフトの方いただいたので、あ、はい、ちょっとだけお願いします、ね、ヨウちゃんさん、ハート100個、アイス29個、拍手80個、ファイト30個、パチ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 10個、ありがとうございます、カリンさん、ハート100個、クマ4個、タコ6個、拍手20個、ダルマ100個、ありがとうございます、すごい、いっぱい送ってくれたね、ナシさん、ハート100個、ダルマ100個、ありがとうございます、ありがとうございます、キーさん、ハート100、ダルマ500、拍手20、爆笑一吉、ありがとうございます、ありがとうございます、コユさん、ダルマ100、ハート100、タコ5、ありがとうございます、チョンさん、チョンさん、クマ2個、タク、タ、タコ12、ありがとうございます、ムツロさん、タコ1、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ということで、ね、たくさんのギフトいっぱいありがとうございます、はい、はい、ということで、もう本日もお時間来ましたけど、はい、今日学んだことだけね、はい、あ、ちょっとやりますか、あれあれ、あはははは、みなみなみな、登れるか、登れますか、登れる、そう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 、登れる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 、あいけづらいけど、いけづらいけどしてる、いけづらいけどしてる、俺はすごい、危ないって、ちょっと初老会なんですから、すごい、生ヒューマンホールプラットです、生ヒューマンホールプラットよ、生ヒューマンホールプラット見れるとすごい、ありがとうございます、現在もこの現実でも活かせるということで、これはだいぶビビビと注入できたんじゃないでしょうか、思います、ということでですね、またね機会あればぜひ見てください、はい、ということでありがとうございました、ありがとうございました、危ない、危ない、怪我しないでくださいよ、危ない、危ない、危ない。